平成31年4月1日から九州産高バスと西日本鉄道による福岡と阿蘇地域を往復する阿蘇エクスプレスの運行が始まりました。運行初日には JR 阿蘇駅で第2便の乗客27人を観光関係者らが出迎えて記念品を手渡し、新路線を PR しました。この阿蘇エクスプレスは福岡市の西鉄天神高速バスターミナルから福岡国際空港を経由して阿蘇市の内巻温泉までを3時間半で結びます。予約制で、運賃は中学生以上が片道3300円、40人乗りで1日3往復の運行となります。